バスケニュース。はい、本日もお願いします。はい、はい、今回は今年のオフに行われた NBA の移籍トレード情報について知らんと。NBA ですね。NBA 僕過去に見に行ったことあるんですよ、実は。実は一回ね、アメリカに見に行ったことあるけど、詳しくはないです、ね。詳しくはないよね。なんか詳しいって勘違いされること多いんやけど。オフの移籍も一つの醍醐味なんだね、結構。すごいスーパースターがここに移籍するみたいな。うんうん、でそれを、まあ、俺が注目した今回、3つの移籍を持ってきたんで、3つの移籍を持ってきた3つの移籍情報についてそういう石移籍を持ってきたって俺はもう漢字あっちでしかないんだけど俺もそっちやった泥棒でしかないんだよね、持ってきとったら全然指名手配バリ力持ちよ。ごめん、移籍を持ってきたっていうか、名目の移籍情報を持ってきたけん、うん、それについて触れて、こういう風に見たら面白いよっていうのを俺に教えてくれる。そう、教えて、はい、と視聴者さんに教えたい。まず今こう NBA で有名な選手というか、その大物と呼ばれる人たち、俺が知ってる人を出してって、現役選手ね、そうそう、うん、情報どんぐらい知ってるかっていうのはさ、やっぱ分かった感じかな。レブロン、あ、いや、ラーマン、レブロン、カリーですね。出てきますね。ドンチッチ、うん、ケビン・デュラント、ウッカ、まあでもなんか俺的に世代がね、多分ね、あるよ、知っとる世代が。そうね、ハーデンとかウェストブルックとか、うん、そこもだって各 MVP 取ってったけ、この世代とかが本物よね、うん、俺の中で。だけど名前を知ってるだけやろ。そうそうそう、何をしたとか、あ、そうそうそう、こいつがここに行ったらどういう、うん、効果をもたらすとかは俺もあんま知らんけど効果とかやめてくれ、人間なんやな、コストなんでこっちに行けてる、まあ、でも間違っちゃそうない、そうそう、ちゃんと上限があるけどチームによって移籍金みたいな、うん、それってさ、俺さ分からんのやけどさ、移籍金ってさ、なんかトレードで例えばレブロン・ジェームズとこの3人をトレードしますみたいなのってことは、そのこの人たちの金額と金額が一緒やけんってことでできる。いや、それはちょっと違う。まあ、チームによってオーナーっていうのがあって、うん、まあ、この人がチームを買い取ったわけ。うん、まあ、それサッカーも一緒なんやけど、うん、金持ちであるほど、まあ、お金は多く持っとる。だけど、ロサンゼルスか都会や。うんうん、やけん、まあ、多くお金持っとるけん、あんなスーパースターをボン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 入れるわけで。え、でもいくらでもつぎ込んでいいの？いや、それが一応上限もあるじゃん。まあ、あとは、例えばレブロンがここのチームに行きたい。じゃあ、そこのチーム、これとこれとこれ出しますっていうのは、もうあとは監督とかオーナー同士で、いや見合ってないだろっていう、でお互いが納得すれば成立するけん、お金平等とかするわけじゃない。いや、なんか順位とかも関係したりするやろ。順位もあるね。そこマジむずいんだよ。じゃあちなみにやけど、まあ早速行く前に、今回オフで起こった移籍、なんかパッと思い浮かぶのある？ないないない、見てないゼロ、本当にゼロ、本当にゼロ。移籍やろ、多分聞いたらあーってなる。うん、ならないんだ。例えば、あ、けどクリス・ポールがスパーズに行った。はい、まあそれ俺一つ、これ空蔵さんから教えてもらいました。いや、マジそのレベル？あの YouTube の生配信で、うん、生配信で、マジそのレベルか。あとはね、あとは誰がいるだろう。あ、ちょっと待って、あと2個ぐらい多分ね言われたらってなると思う。じゃあ今回話題にしてないやつなんやけど、まあ例えばやけど、うん、クレイ・トンプソンがマーベリックスに。言わんでよ分かってねえやん。どこやったっけ？マーベリックスやね。ああ、そう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 、ドンチッチとアービングで3人ね、そうそうそう、トリオができるみたいなのは見たね。じゃあまずさっきちょっと話題に出た、うん、クリス・ポールの移籍、はい、これについて。これは大きい、それ1個なの？これ3個のうちの1個、3個のうちの1個、これは俺はもう大注目大注目です。いただきしろ。なんで？いや、逆にあの素人、お前素人の意見が、煽りえぐ。え、俺でもあれやけん、空蔵さんから情報得とうけん。あ、じゃあそれを踏まえて、個人的にクリス・ポールの移籍はありだったのか。あり、ありだった。え、元どこっけ？元はウォリアーズ。ああ、あり、ウォリアーズにおる時のクリポのそのあれ、動き立ち回りはあんまり見れてないけど、多分ね、予想でしかない。トンプソンもカリーもおったけん、ガード陣の充実はしとったっていう。ほうほう。だけん、まあ、あのザ・ポイントガードやん、うん、クリス・ポールって。そことこうの兼ね合いを考えると、別に、まあ、セカンドに回っとった可能性を俺は考える。見てないけどね
セカンドに回っとって多分シックスマンとかで出てきとったかもしれんけど、うん、でもその空洞さん情報ね、スパーズは若手中心でポイントガード、ザ・ポイントガードみたいな人が不足してた、うん、っていうことを考えるとそこに行ったのはドンピシャでハマると思うし経験もあるやん、うん、だけん若手のチームにその経験がある選手が行ったっていうのはいいことだったよね。あー、いいこと言いますね、素人にしちゃいや、まあね、まずウォリアーズの、これもあくまで俺の意見だけど、うん、まずカリーってガード兼シューターやん。そうね、どっちかというとシュートの方を打たせたい。そこでクリス・ポールをガード起用してカリーを2番に落としてクレイとカリーでもう完全なシューター扱いをするっていう方針やったんかなって俺は思っちゃう、うん、けど多分怪我とかでうまくはまらずウェイブって言ってからもうウォリアーズからまあ言ってしまえばクビみたいな、え、なっとったんで、フリーになったよ。あ、そうなの。それでスパーズから1年のオファーが来たんやけど、まあ、じゃあスパーズについてもさっき言ったことは俺もほぼ同じと思っちゃう。じゃあ答えでいきましょう。けどスパーズ目線からしたら大成功やん実際、うん、ベンビーの負担もなくなるし、あそこのデュオができるけんいいと思うんやけど、フリポって優勝してないやん。ファイナルは行くけど優勝してないんやけど、もうあの人は多分もう30後半40手前ぐらい、優勝リング欲しかったら強豪チームに行ってロールプレイヤーとして取りに行くよ、リングを大体。けどそれをせずにスパーズ行ったってことは俺はクリポは優勝をほぼ諦めたんかなっていう。え、けどスパーズで優勝取るっていう可能性もなくはない、ね、けど再建チームやけん、けどね、あんだけのモンスターがおるんや、言ってしまえば優勝したら本当にすごいやろ、本当にすごいやろ、マジですごい。あとポポビッチっていうのも強かったんじゃないかな、監督ね、これめっちゃ注目で、だけどそういう目線でも見れるやん、ベンビーがやりやすくなってそうやなとか、クリス・ポールに頼って、うん、ガードとかもしたりしちゃったっけ、ベンビーとかフォワードがガードとかしちゃったっけ、前までスパーズで。じゃあね、いいチームになってくやろうね、これは注目チームやね。俺の予想は優勝がっつり狙ってにいっとるいろんなことですとは思わんじゃん、そうそう、クリス・ポール、その目線でなんかファイナルとかプレーオフとか上がっとったらちょっとおーってなるよね。もう多分39歳ぐらいだね。そんな年ないの？もうレブロンとほぼ同じぐらい。あ、そんな年か。そう、めっちゃ年よ。あ、そうなんや、もっと若いかと思った。全然、え、だって小学校ぐらいからずっと。その時若かったけん、そのままね、のび太くんみたいな。ちっちゃい頃見とったやつずっと同じ。まあ、アニメ感覚じゃないのに。え、違うの？ちげえよ。あ、そうなんや。次、うん、じゃあ俺の大好きな選手の一人なんやけど、待てたい、ウエストブルク、ピンポン。え、まずどこに移籍したか分かる？クリッパーズからっけ。クリッパーズか、クリッパーズから。どこに移籍したんだ分かんない。マジナゲッツに移籍したの。これこそだけクリポと逆の立ち回りをしとんかなって。ああ、もう優勝がついて、そう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 。ここでもう一個注目、ウエストブルックといえば何か思いつくことあります？ウエストブルックといえばどういう選手、どういう偉業を成し遂げたとか。ああね、これ結構有名。ウエストブルックといえばどういう偉業を成し遂げた、ドライブしてってから引きつけてから、この意味わからん変えるみたいなパス出した。やるけど。っていう偉業を一回やったかな、俺の中では。あれ偉業やったけど、めっちゃダンク行くと見せかけてノック行くって誰でもできるやつみたいな。そんな簡単なことは偉業にならんけ。あ、違う、まあ、あだ名があるやん。あ、Why not? それはあだ名っていうか、まあ、ブランド名でもあるけど、ミスター〇〇。え、ちなみにバスケ主導選手で人なら誰でもやろう。ああ、ミスターも出てるぞ。え、NBA バカにしたわかりますよ。ミスタートリプルダブル。あ、ちょっと正解、うん、ミスタートリプルダブル、まあ、これはもう歴代1位。そうなの？そう、もう歴代1位。これはもうだいぶ前、サンダー時代ぐらいにもう歴代1位になったんやけど、一回エグいシーズンあったよ。じゃあもっとね、記録伸ばすよね。で、今も更新していくよ。もう今200回近くトリプルダブルをしたんやけど、ちなみに100回トリプルダブルを超えたのは正解やけど、歴代でもう6人ぐらいしか。レブロン、レブロン、ウェストブルック、ウェストブルック、
コービー、まあ、あの過去の選手もコービー、マイケル・ジョーダンしてない。そう、そのレベルなんや。え、何位は分からんけん、言うと言うけど、オールラウンダーの選手とかだよ。オスカー・ロバートソンっていう選手。ああ、言わんでよ、分かったのに。分かってねえよ。初めて聞いたよ。誰だ、オールラウンダーの選手やもんね。現役はちなみにあと、多分2人ぐらいおる。あ、2人もおる。誰見ても。ドンチッチ。ほほほ、早っ。あ、ドンチッチじゃないかもしれん。ごめん、間違った。あ、ヨキッチやった。ごめん、もう一回。ニコラ・ヨキッチ。ヨキッチね、してそう。アシストもリバウンドもしようとも決めるもんね。そうそうそう。やっぱそういうオールラウンダーの人やもんね。あと、マジック・ジョンソン。と、ジェイソン・キッド。わかるよ。そう。ジェイソン・キッド。そう。アシストが多い人、選手がなりやすいんだ。クリス・ポールはないかな。クリス・ポールだけリバウンド取れちゃう。そうだけん、合計6人しかおらんちゃう。レブロンでも112回っていう。それをウェストブリックは2試合に1回ぐらいトリプルダブルのシーズンになって、もうエグかった MVP 取ったんやけど、がどこ行ったって言った、そいつがどこ行ったって言ったら、ヨキッチが多いな。今現役トリプルダブル一番量産した選手と2人のトリプルダブルがスタメンとセカンドとかにおってみ、あ、後から出てくるのに その立ち回り一緒みたいな。クリス・ブルックがドライブで行ってリング下に俺ヨキッチにだけどヨキッチもパスするけどヨキッチもこうやるし、こんな下がりながらアシスト祭りみたいになる。それめっちゃ面白くない見よったら2人で一緒にトリプルダブルの試合もあるかもしれない。それはエグいわ。そういう注目の仕方で見るとまた面白いよね。それは面白いよ。うん、でもその周りがね、どうなるかじゃない、うん、周りがちゃんと決めきるかによってアシストつかんでしょ。それもあるね。ウェストブルックはめっちゃヨキッチにいいアシストするのにヨキッチもアシストしたいけっつって外とか出し出したらゴール下でも もう目の前リングでこのパス来とるのにこうやって後ろに乗るって言うと、ウェストブルック一緒アシストつかんみたいなそれでそれはもうさすがにワイノットやろなんでやらないうまいうまいもの今のいいアシスト決まったね。アシスト決まった。まあ、っていう感じの面白さがあるよねっていう。だけど現役1位がウェストブルック、現役2位のトリプルダブルポジションがヨキッチ。あ、2位なんだ。130回。だけど現役1位2位のトリプル、ミスタートリプルダブルコンビがで、ウェストブルックは確実に優勝を狙いに来てる、リングを取りに来てる、うん、ちょっとクリス・ポールと違う立ち回りやし、また見方もちょっと違うと面白いよね。はい、どうですか今の2つ聞いて。1個目忘れた最後なんやけど、もう一人俺の大好きな選手の一人、俺多分言ったんだ、あれたまにデュラント、いや違う、ポール・ジョージ。おお、ポール・ジョージ。そう、ポール・ジョージも移籍したんやけど、ポール・ジョージはもともとクリッパーズ。そう、クリッパーズからの移動どこでしょう。ニックス。どれ、本当に何も知らんのやな。シクサーズに行きました。ほうほう、ぽいねめっちゃぽいやめっちゃぽいやん。今これもこれはちょっとなんかお金系の話になる。これは調べたんやけど、やめてそんな嫌らしい。お金系の話ない。終わりですか。お金系は進む。お金系ない。ポール・ジョージそもそもロサンゼルス・クリッパーズに残りたかったん、残りたかったんやけど、他にクリッパーズってカワイ・レナードとかジェームス・ハーデンとかお金は持ってるけど、お金がかかる選手が多いわけ。はい、でポール・ジョージへのオファーの金額が低すぎて、本当は引退までポール・ジョージは降りたかったけど、低すぎてもやっぱ生活もあるしさ、自分のプライド的にもあるけん。いくら、ちなみに。ちなみにやけど2年で6000万ドルなんやけど、まあこれさ覚えとって、2年で6000万ドルで1年で3000万ドルって覚えとって、これがどんぐらいなのかで、てか言っていい、暮らしはできるだろ。向こうのあれも違うし、税金も取られるし、やっぱ合流したい、住んどる土地が違うけど、節約しろ。いや、バカバカ、夢ねえやろそんな節約して、節約してでもあれや、最後まで俺れそこまで思いがある。コンビニ飯食いよるプロとかめちゃくちゃ、これクーポン使うめっちゃ嫌だバリポイント食べるんで家賃3万の家とかに住んどったらめっちゃ嫌やちょっとバカにしすぎちゃう一回戻ろう。ポール・ジョージそもそも地元も LA やったけん、本当
だけじゃけんまた残りたかったんやけど、オファーが2年6000万ドルしかもらえんでサインできず、うん、それでフィラデルフィア 76ers からのオファーが4年2億1200万ドル、うん、もう大型契約って言われるやつやけど、まあこれちょっとなんか日本円返っとったけど333億、うん、暮らせるって我慢しろ300億、はい、1日1億使ったらなくなるぜえどんな暮らしの人何送ったらそんないてる、もうね違うよね、それが毎日が服買って、一回着た服とか捨てちゃうなめんなよマジポールで、お前なめんなマジ俺のポールがしまんないねだけど、それでまあフィラデルフィアに行ったっていうのがあるんやけど、まあこれおもろいのが、まあこれも多分優勝しに行ってるエンビートもおるし、マッチーって最近有名なまあガードがおるんやけど、でそれでポール・ジョージ背番号を8番に変えたんですよ。もともと多分スタート24番なんやペイサーズから。あ、そうか、で13、そうそう13でした。でずっと13で来とってフィラデルフィアで8番にした。これは深い理由がある。24、13、8、コビ、まあ正解、ほぼほぼ正解。これ多分もうフィラデルフィアで終わらそうとしたのよ、あの現役を、うん、でまず永久欠番ってその番号使えるやん、13と24がフィラデルフィアでは永久欠番になってる。それでコビーを敬って8番にして、そこで永久欠番を多分狙いに来てる。なるほど、おしゃれやね。エッチーよな、おしゃれやけど金よ来た来た理由が金やもっとエグい人。じゃあ大谷翔平どうなる大谷翔平あれがちょっとデカすぎてやばい。今のが3つの注目トレードってこと。だけど、まあ、ポール・ジョージもまあ優勝狙いに来て、なおさら多分あなおかつ永久欠番も狙いに来てる。なんか熱いチームが多いね、そう見ると。そうだけど、みんな多分ね諸事情めっちゃ入れと思う。クリス・ポールだけいいやつなの、俺の見解で言うとね。他に弱くなったとこはないと、逆にそのあここやばいやろ、トレードでトレードでこれやばくなったくねみたいな。まあ一つ心配なのは、まあ、ウォリアーズよね。クレイトンプソンがおらんくなって、まあ、補強ちょっと俺あんま詳しくないけど、多分マブスからなんか何人か一旦やろうけど、もうカリーも落としやし、ドレーモンドも落としやし、ちょっと心配だわ、ね、うん、ウォリアーズファン多いけんね、日本多くない？ウォリアーズファン、ウォリアーズファン多いね、超多いね。確かにカリー好きが多いの、カリーキッズって言われる。甘口カレーかなそれカレーキッズねね、カレーキッズってまずおらんだろそんなやつら嫌だわ、そんなお前らカレーキッズやろ。今年ね FA がめっちゃ多いっちゃう。フリーエージェント、フリーエージェント、もういつでもフリーエージェントやるけど、ちょっとよしよ、2ドルとか年俸2ドルとかで全然もし節約したよく言うとフリーエージェントかっこよく聞こえるけど、無職って言い方で日本でさ、うん、その同じようなさトレードとかの仕組みをさ、設けるとさ、フリーエージェントって書くかもしれんけど、日本で漢字にしてほしいよね、全部、うん、してほしい、マジカタカナ全部なし、貿易とか無職って言うの、選手貿易で無職、一気になんか嫌になるやん選手が、うわ、おもろいな、慌ててなんかせないかみたいなまあ、って感じで俺が注目してた3つの移籍情報は今回はこんな感じなんですけど、まあ、これを機に興味を持ってくれたら嬉しい。 NBA はぜひ10月から始まるので見てほしいなって思いますね。見ないでください。あなたも、あなたかんです情報発信、俺はね、あのこの企画もあるんで見ないでいたいね。まあそうです、バスケットに関する情報を、俺も知ってる情報はあるし、リュウガも知ってる情報はある。今回は NBA だったんですけど、NBA に限らず B リーグとかもだし、バスケ時事ネタみたいな、なんか面白い内容が見つかれば、それについて話す両方の中で、こう、必要なものはサーチしていって、僕に喋ってもらって、あ、俺も知ってるよって感じで、こう、バスケ時事ネタについて喋っていって、こう、リアルな目線じゃない。視聴者さんの目線じゃん。言うと、ニュースを見た一般の方の目線で喋れるじゃん。というふうな形で、このバスケニュースの企画、撮っていきたいと思います。こんな感じで終わりにしたいと思います、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また明日。
みんな今日も動画見てくれてありがとう。おすすめの動画もよかったら見ていって。年内目標10万人に向かって、みんなの一人一人の協力が必要です。一緒に達成しようぜ。